迂回に恋した夏は2014年11月12日22時22時59分に NHKBS プレミアムにて放送された日本のテレビドラマ NHK 京都放送局による京都発地域ドラマとして制作された主演及びヒロインは伊藤敦氏靴名氏より京都風自市を舞台に宇治川の迂回として働くヒロインに思いを寄せる 宇治市役所職員の青年を主人公にし、若者たちの成長を、源氏物語宇治十条をモチーフとして描く。2015年2月1日13時13時59分に、同局で再放送。同年2月28日17時17時59分に、NHK 総合で地上波放送された。 2016年2月14日15時5分から16時5分に NHK 総合で地上波初の全国放送がされた。制作に際しては宇治市が協力し、撮影は2014年9月初旬から3週間程度の宇治市内オールロケで小倉地水の道、宇治川観光通線、万福寺、牧藤笛団地、宇治市立三室と小学校などで行われた。撮影には、 市民がエキストラとして多数参加しており、三室都小学校のシーンのエキストラは、同校の生徒、宇治市役所農林茶業家のシーンは、実際の市役所を使いそこで働く職員が出演している。また、宇治市が舞台の物語である、源氏物語宇治十条の内容を、主要人物の名前や性格付けのモデルとしている。源氏物語関連の取材や撮影についても、宇治市、 源氏物語ミュージアムが協力している。笹本く平は幼い頃から、成績優秀で女の子にモテる、幼馴染みの宮島宗介と比べて何事もうまく、いかず、初恋の人、立花祐樹も彼に奪われる鬱屈した、少年時代を過ごす。26歳になり、宇治市役所で働くく平は、移動して間もない農林茶業家の仕事にも、不熱心だったが、ある日、宇治川で受賞をする。 ゆうきと再会する。一旦就職したが、故郷の宇治に帰り、父の仕事を継いだゆうきに再び心惹かれる。君平は彼女の気を引くため、平安時代より貴族たちの恋を盛り上げるイベントであったうかいのロマンにちなみ、うかいとうじ茶のコラボレーションによる婚活イベントを企画する。しかし、うじ茶農家の協力が得られず、さらに、ゆうきを中心とするイベントに本人が抵抗する。 ある夜、訓平が宗介に呼び出されたレストランに行くとそこには、悠々がおり、彼らが結婚し悠々が迂回をやめて、宗介の海外赴任について行くと聞かされる。悠々は結婚の件を師匠である父に話して、怒りを買い、迂回船への乗船を禁じられる。悠々は、訓平の母、陽子に、宗介と交際していたが彼の浮気癖に嫌気がさして、別れ。 就職先の大阪を離れて幼い頃からの憧れだった武将を始めたが、宗介から求婚され、もう一度信じようと思ったと語る。訓平はイベントを諦めようとするが、陽子は宇治十条を引き合いに、男たちの自分の気持ちを押し付けるだけの一人よがりをたしなめる。上司にも知った激励された訓平は、再びイベントのために力を入れ、一旦断られた農家。 高橋の元にも赴く。成功の保証もない最高級の茶作りに人生をかけてきた高橋の言葉に励まされた訓定は、夕浮きの迂回こそが自分にとっての一番だと言い、イベントに出てほしいと彼女に語る。仕事への思いが溢れ、後悔していた夕浮きは父に頭を下げる。父は、先行きの厳しい迂回の仕事を継ぐよりも、結婚の方が、 娘の幸せであると考え、勇気を突き放したのだが、彼女の願いに応えて、復帰を許す。イベント当日、訓兵はいずれ、勇気が結婚する現実に向き合うのが辛く、別の場所で仕事をするが、迂回の開始時間が近づくとうじがえと走る。武将として、晴れ姿を見せる、勇気を、訓兵は誇らしく見つめ、イベントは、成功を収める。後日、 ゆう,うきはく平に恋が叶うというペアの匂い袋を、私、宗介と別れこれからも、宇治川のうしを続けてゆくことを告げる。キャスト出典。ありがとうございます。